皆さんこんばんは、シュウです。今日はね、ちょっとこういう革ベルトの、皆さんはあんまりこう、どうでしょう、この革ベルトにこういうオイルをね塗られてるかなと思いまして、僕はね結構塗るんですよ。っていうのはいつも言ってるように 16.5 っていうね細さになると、純正のベルトがね結構長すぎたりとかして結構不格好になるので僕結構すぐにベルトを変えてしまうんですね。で、変えてしまうとベルトってやっぱ少し硬かったりするので、で変えた時はねできるだけいいものにちょっと変えようと思って、いい革ってちょっと最初からねちょっと硬かったりするので、僕はね結構暇があればガンガンオイル塗って自分の腕の形に馴染むようにいうのをしていってます。で、最近ちょっとねこんなケースをね手に入れました。まあレザーではないと思うんですけども、まあこんな感じにねこう開いていくと、こんな感じにこうね時計が収納できると。これはベーレンスなんですね。で、これもう一個がこういうね2本のものが入ってて、これはまあボルティックとユニセルトっていうねドイツの時計が入ってるんですけども、こういう時計ね僕全部ねオイル塗っていくので、ちょっとそれをねちょっとだけ、まあ別にやる必要ないかなとも思ったりもしたんですけど、ちょっとやってみてもいいかなと思って、これまあボルティックですね。で、これはねこういう感じでこうパチパチっと、よいしょね、取れるやつなので、これもね、でオイルやっぱり塗れば塗るほどすごく柔らかくはなるかなと思うので、で僕オイル塗るときにねちょっとこういう革の切れ端を使ってこんな風に置いて、まあオイルカリコリコリと塗っていって、こんな感じでね塗っていくんですけどね。で、こういうまあ革の場合は表にしか塗らないんですけども、裏がこういう感じのねちょっとこうツルツルっとした素材のやつですね。さっきちょっとこれ塗ってたんですけどね、これもちょっとベルト変えて、これグライシンのムーンフェイズなんですけども、これで、ね、裏も同じような革なので、これには裏にも塗ってしまってます。で、塗って、まあ革靴と一緒なんですけど、こうするとねちょっとこういうところにね、こういうところに入ったやつ、こんなやつでグリグリっとこう、グリグリっとやってしまって、あとは本当にもう自分の着なくなった T シャツの切れ端とかで、ちょっと寄せた方がいいのかな。こんな感じでね、ちょっと磨いていくと。結構適当ですけどね。でもこう、皮ってやっぱりこう、オイルを染み込ませば柔らかくなってくれるし、自分の腕に馴染みが早くなるので、僕は早くそれをしたいんですよね。で、このボルティックもそうなんですけども、特にこういうこう革ベルト、皆さんも思われると思うんですね。普通のダイバーズウォッチとかマイクロアジャスターがついてるので、多少ちょっとね、夏と汗ばんだ時と、少しなんていうかな、クーラー効いてるところでは、手首の太さが結構変わるじゃないですか。で、その度にね、この普通のストラップの穴を一つすると全然でかくなりすぎるみたいなことありませんかね。僕それが結構嫌で、こうやってはめるじゃないですか。ね、はまったかな。でね、よいしょ、腕に通しますよね。で、今僕ちょっと汗ばんでるので、こうすると、ちょっときついんですよ、実際。で、じゃあここに持っていくと、ここにね、ゆるゆるなんですね。で、気持ち悪いので、僕はね、自分のものなので、で、特に僕は時計を人に売ったりとかすることを全く考えてる人ではないので、こうやってね、引っ張るんですよ、僕ちょっと。ちょっとこうやって引っ張るんですよ。こういうところをちょっと引っ張ったりとかして、少しね、塗った後にこう伸ばします。
それでちょっとずつちょっとずつ自分の好きな感じにしていくという感じにしてるんですね。で、こうすることによって僕が使ってる穴がこれなんですね。ちょっとだけね、大きくなったりするんですよね。なので多少ちょっと伸びた感じになってつけやすくとなるっていうかな、あのちょっと緩みが出るので、で皮ってしっかりまたオイル塗るとしっかり縮んでくれるので、これもねグライシンのこういうやつ、あの悪くないんですよ。でもちょっと汗ばんだらきついだろうなと思うので、こんなんとかもねこうやってギュッてうんって引っ張るんですよ。こうやってもうグッと引っ張って、この辺とかもギュッギュッて引っ張るんですよ。こういうに引っ張るんですよ。にすると結構ね落ち着いた感じになってくれるので、ちょっと皆さんもそんなことされてはどうかなと思います。で僕はあのストラップをねガンガン変えるので、ちょっと汚いですけど、こんな感じでね、まあこれ3マッチのケースなんですけどね、これ 22mm のベルトとか、まあクライシンのベルトって書いてますよね。ここにこう入れてるのはこんな感じで、まあもともとこういうまあグライシンのまあねロゴが入ったり、純正でついてたけどちょっと僕の手には合わなかったっていう、これもグライシンのねコンバットに出てたもともとのこういう、なんだろうこれ、ラバーストラップっていうんですかね、とかなんですけど、いうのをこうやって集めてます。でここに行くと、まに 22mm 幅のベルトが入ってるとかいう感じで、こんな感じでねこういうものが入ってたりとか、こういうのが入ってたりとか、こういうねこれ実は馬のコード版なんですけどね、こういうものが入ってたりとか、これサンマーティンのねあのブロンズのあのビッグパイロットについてやってたんですけどね、こんな感じのものをちょっとこうまとめて入れてるんですね僕で。ここサンマーティンのベルト、これはまあサンマーティンに使ってるベルト、サンマーティンに使えるベルトっていうのを集めたりとかしてて、まあ実はこんなねサンマーティンのラバーベルトがあったりもするんですけど、まあそういうところにこういうねブロンズのサンマーティンのブロンズのバックルがあったりとかして、僕一応ねこうやってまとめてるんですよ。でこれ20と18のベルトという感じで、こんな感じでねちょっと集めてるというか、その変えたりしたやつをちょっとまとめてて、あの雰囲気が違うことにしたいなとかいう時も、パッと分かるようにしてるんですね。でこれこういう風なあの耳のねバネ棒ですねも一応ちょっと分けてこんなケースに入れてて、まあここにちょっとこうザラザラっとねこんな道具が入ったりするんですかね、こういうやつとかね、まあこういうこうなんかハンマーとかね、まあこれはねちょっといろんな時に使う、あのレザーマンっていうところのねこういう万能ナイフみたいなこんなやつなんですけど、あのこんな風にねしてるんです。あの結構まとめることが好きというか、きちっとしときたいタイプなので、そういうことをね毎回やって、僕が家に帰ってきたらちょっとリラックスするタイムはこんな感じでベルトを変えて遊んだりとか、あとはベルトの色を変えたりとか、こういうふうに革にねこうレザーのクリームを入れたりとかいうことをして、少し自分のリラックスする時間にしてます。僕もあの仕事で結構喋る仕事をするので、変えるとあんまり喋りたくないんですよね。なので結構一人でゴシゴシとこんな風にテーブルに向かってねやると、こんな感じにねちょっと寄せると結構ねツヤが出て、結局ねこれボルティックの僕あの元々についてた純正のベルトに変えてるんですけどね、あのこういうボルティックの STS 何でしたっけ、シーガルのね機械を積んでるバイコンパックスですね、これはこんな感じですね、いう感じでね、あの普段ちょっとあの時計のことをやってるんですけど、どんな手入れをしてるとか、革のベルトに関してはこういうことをきちっとやってますっていうのをちょっと
皆さんと共有したいなと思って今日はこんなねビデオを撮らせていただきました。することがいいとか悪いとかじゃないんですけど、皮とかって育ててあげるときちっと本当に返してくれると思ってて、ブーツもしっかり手入れするとしっかりそれに応えてくれると僕は思ってるんですね。もともと生き物ですからね、こういうものって。なのでそういうことはねきちっと大事にしていきたいなと思ってやってます。なのでケースって時計好きの方いっぱい増えるでしょ。だからそんなんとかをねちょっと崩して工具入れたりとか、こういうベルトをね集めて入れるとか、こんな感じでねまとめたりして、こうやって適当にね変えたりすると、あ、そういえばこの前22ミリのベルトどっかにあったなっていうことができると思うので、また皆さんもよかったらそんなことをやってみるとまた違う楽しみ方ができるんではないかなと思います。今日はねちょっとこんなことを載せましたけども、またねこの2日間ぐらいでちょっとフォローしていただける方増えました。ありがとうございます。しょうもないことをねやってるんですけども、一生懸命載させていただきますので、またよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントは必ずしっかりとお答えしてまいりますので、またコメントもよろしくお願いします。またこんな感じでブーツの手入れ、ワンちゃんも猫ちゃんもやっていきますので、また今後もどうぞよろしくお願いします。今日はちょっとこういうね時計のレザーストラップのお手入れをどうしてるとか、そういうもののなんていうかな片付けをどうしてるかとかいうことを今日は動画にさせていただきました。今日はこれで動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。